こんにちは、中里春奈です。突撃 M リーグ2019は私が担当させていただきます。今回の紹介するチームはこちら。はい、今回はセガサミーフェニックスの皆様にお越しいただきました。まずはなんか華やかな皆さんに集まっていただいたんですけども、若地さん、はい、新 M リーガーとしてフェニックスに加入おめでとうございます。ありがとうございます。まずちょっと時間経ってしまったんですけど、あの時選ばれた時のちょっと気持ちとか聞かせていただいてもいいですか？いいとこ入ったなみたいな。お友達とかね、友達先輩みたいな。先輩で怖い人いないなとか入ったから。怖い人がいるチームとかあるのか。大先輩とか、ね、結構あるんじゃない、怖い人がいるチームね。そうですか。どこかわかんないけどね。沢崎さんとかチームにいたら緊張するやん。なるほど、うん、だけど、せいちゃんだからなんかこれ俺バカにされてるのかな。怖くないってことですよね。優しいっていう意味で、いい意味で、そのものはいいようだね。緊張しないっていう、仲いいっていう感じで、いいチームに入ったなって感じだったんですね。そうですね、はい。もともと阿久津さんと小山さんがすごい仲いいなっていうイメージがあったんですけど、なんか番組のミニコーナーとかやられてましたよね。 MC 番組やってるね、2人で、うん、あとは、うん、俺さ、もともと敵だったの。敵ライバルみたいな感じですか？ライバルでいいかな。なんか同じタイトル戦に3年くらい一緒に残って、はいはい、よく対戦してるってことですね。はいはいはい、3年2人でやってたんで、やりやすさんで、ね、うん、仲良くなっちゃったね、うん、なんかいつから仲良くなったかちょっとあんま覚えてないけど、いいな、すごいいい関係じゃない、いい関係、なんか仲良くなっちゃった。本当は仲良くないかもよ。はい、っていう感じの、あの3人の女性に囲まれた誠一さんなんですけど、もともと女性が多いチームですもんね、うん、なんか大体こう高一点だったりするんですけど、うん、ここに至っては高3点なんですよ、ね、うん、高3点。他のチームとはもう明らかに雰囲気が違うじゃないですか、うん、これ誠一さん的にはこうどんな感じでこのチームの皆さんと接してるの？特には気にしてないけど。気にしてない、うん、うちほらぶりっ子いないから、うん、この前 PV 解説の時に、なんか元にはブリッコだブリッコだみたいな話したら、いないけどって言われて、あれって思って、ユーミンのいい子ブリッコ、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 なるほど、女性を出して男性にこう行く人がいないってことですよね。せいちゃんに猫なで声する女の子とかいないから、うん、せいちゃんそんなに辛くないと思う。そうそうそう、全然普通、うん、せいちゃんの奪い合いとかしないから、うん、奪い合いはしないんですよ。そういう人いるの？麻雀が強いから、ここのチーム、なんでしょうね、こう安定した成績と安定した精神面を持ってるなっていうイメージなんですよ。うん、メンタル強いなと思ってて、うん、そんな感じじゃない？いや、あのね、間違ってました？あのね、おそらく素でメンタルが強いのはこの人だけだと思う、はい、うん、あとはなんかね、あのどっかにみんなね、どっかにスイッチが入って、はい、あって、はい、でそれポッと押すと、あの急にメンタルが、ね、強くなる。対局中の多分メンタルと普段生活のメンタルは別スイッチなんですか？別スイッチ。いつでも強いのは彼女とか久里さんとか、うん、そうそう、いつも、ね、なさやかだから、そういうあの部分が壊れてるんです、すでに。スイッチがないのかな。ない、切り替えがない、うん、切り替えがないのはオフとオフとオフみたいな、うんうん、で和久地さんがやはりこうデビュー戦から辛い展開がすごい続いてたと思うんですけど、うん、トップを取った時、私もすっごい感動したんですけど、わあ、ありがとう、しました、しました、わあ、トップ取ったと思って、うん、だって全米が泣いたんですよ、全米全米なの。いや、ネット上でそういう言葉が出てたから。そうなんです。やっぱりこうメンタル的な部分はどうだったんですか？年越しでマイナスにすると、はい、あの敗退チームの7位8位のところで年越ししなきゃいけなかったから、そのプレッシャーをさやかが1戦目でトップ取ってきてくれて、はい、もうそのおかげでトップ取れただけっていう感じですね。チームの雰囲気がこう上に向いたところで、年末こうカッと上に上げて、
今よね、好成績をずっと残して、うん、あら、うるさな顔、今ね、私の力だ本当にそうだ貯金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 ちょっとねおかしいことになってる、ね、群を抜いてなんかすごいですよね、うん、まあまあねようやくねあの本来の実力が成績に反映され始めたっていうことだよね。ほうかっこいいねそんな感じなんですねそうなんですよみたいな感じそういうのだけみたいな感じそういうのいないからないうちだってさ、はい、しらしらしいじゃんそんなこと言われたら、まあ、確かにそうですね。いやちょっとすごいかっこいい。それ怖い。まあでもラスがなかったりとか、うん、こう補充しなかったりとか、うん、まあ、そういうのってなんか心がけてたり、チームの中でこういう麻雀にしようとか、あー、チームの中では、はい、あのほとんどそういう話しないんで、それはもう個々に自由にやってるだけなんで、もう個人で自分の信じる麻雀を打ち抜く、うん、だからみんな補充しまくってるけど俺だけ補充しないとかね、うん、いやまくってのはないよ、ね、私多分補充率3位ぐらいです。だいぶやばい。もう一個言ったら3回ですよね。大変ですよね。いや基本ね、気楽っていうかね、うん、もう見た目の通り あんまり気使ってない感じになってるでしょ。はい、なんかこう自由でフリーダムな感じがします。フリーダム、はい、はい、雰囲気はいいですね、本当に、うん、どんな話するんですか、マージャン以外で。しないしない。ちょっと待って、ちょっと待って、そもそもね、あのね、ここに4人こうやって並んでるなんてありえないから。だもうみんなバラバラだから、ね、あ、なんかあっち座ったりこっち行ってみたり、ちょっとお散歩してみたり、一人寝てたりとか、一人寝てたりはちょっとここしかいないけど、こうやって4人並んでこう座って、うん、今日は、あ、これも初めての経験。え、この間決起会で4人で話すことないんですかって言われて、なかったよね。じゃあ4人で話することってなかなか。だからあの他のチームはさ、いろいろね、なんか研究し合ったりしてるけど、うちのチームはもう真逆だから。あのむしろそういうのやらずに各々自由にやるのがポリシーだ。なるほどね。たまにあれって近藤さんってあれってなんで切ったんですかみたいな、うん、外から聞かれることがあって、はい、いや私わかんないけどせいちゃんだからなんかあるんじゃないっていう。私聞きますけどね、うんうん、まあそうね、うんうん、ユミがまあ一番そういう話、あ、麻雀についての話だけど、さやかだからもう理由あったんじゃんみたいな。そうそう、信頼してるってことだよね。そうそうそう、だからやっぱ個性をね、あの大事にするチームですよね。個性がすごい。もちろんさ、みんなであれはこうだこうだってあの共通認識持ったりね、うん、あの研究して突き詰めていくことも大事だとは思うけども、はい、あのなんていうかな、みんなが同じように打ったって面白くないし、でそれが正しいとは限らないわけじゃん。その話がそもそも間違ってたらみんな間違っちゃうじゃん、はい、ね、はい、でうちらはそれは基本的には個々に考えて、ね、経験したことを使ったりとか、うん、考えたことを使って打つじゃん。で結果今1位だよ。かっこいい選手だね。こう伸ばす、こう伸ばす。誠一さん去年から言ってるんですけど、うん、あのチーム戦のポイントを自分の個人のポイントだと思って打てばいいって言ってて、うん、そのだから自分 その個人のポイントとかあんまり考えないで、うん、自分の麻雀ちゃんと打てばいいよってことをやっぱり、そうそう、4人で1つってことですね、うん、軽いな。今の運ちょっと軽かったな。いやだからさ、やっぱり当然もともとね、普段あの個人戦がほとんどなわけでしょ、はい、でそうすると自分のポイントがあの一番なわけじゃん。当然チーム戦やってても自分のポイントはね、あの気になるんだよ。なりますね。だけどそれはもう失敗以外の何物でもない、チーム戦においてはね。チーム戦はチームのポイントが自分のポイントね、今ユミの言ってるのね、はい、ね、うん、それがやっぱり一番大事。その心持ちが大事だったかもしれないですね。結果1位です。言える時に言っとこうかな。全然これアップされる時にさ、いつアップされるか分かんないけど、そういう時もあったなみたいな。あとはなんかグッズとかいろいろあると思うんですけど、うん、ここにはないかな。ここにはないかな。すいません、実はジャージー、あ、ジャージー、あるってあった。おー、ありがとうございます。すいません、ちょっと私物です。え、私物、私物です。すいません、ちょっと誰も持ってないって、どうする。誰も持ってない、誰も持ってない。俺持ってる、持ってる、ユニオン。ユニオン、
もしれない。じゃあ、タイモリさんのが一番いいよ。ジャージーみんななんかお揃いでなんかやったりしてるじゃん。うん、やってるね。誰も持ってない、うん、誰も身につけるのが、ね、それがだからチームカラー。チームカラー。誰もつけてないのがチームカラー。うん、これなんかちょっとだけ女性陣も肩が違ったりするんですか。私長袖にして2連勝したから。長袖。長袖。長袖でしょ。ワンピースだから。ユニフォームもちょっと違う。みんな違うの。違いますよね。なんかこのボタンの位置もちょっと違うし。うん、おのおので好きなのを選んだらみんな違うのになりましたっていう、うんうんね、いい感じで、ね、そう ワンピース、スカート、ショートパンツみたいな、はいはい、あ靴もやばいよ、全員バラバラ、うん、あ靴も違う、うん、誰も揃えてない、揃える気全くない、ね、揃えなくていいって言われたから、ね、山手線ゲーム。お題がセガサミーフェニックスのいいところ、おすすめのところを4人でこう続けていただいて、セガサミフェニックスのファンを増やしてもらおうという。チームメイトじゃなくてもいいもんね。いいところ、おすすめのところなんで、うん、はい、何でも大丈夫です。じゃあただリズムに乗れなかったり、いやそれはないだろうって私が独断と偏見で判断して止める場合もありますので、うん、はい、誠一さんから始まる、イエーイ、山手線ゲーム、イエーイ。お題はセガサミフェニックスのいいところ、おすすめのところ。自由、うん、毎月社内 PV やってる、うん、強い、ね、グッズがいっぱいある、ね、監督がしっかりしてる、ね、静かマネージャーさんもいる、話面白い、うん、気まま、ない、ないちょっとなんか一個前から静かかな、うるさくないって、うるさくないって言いたかったのよ。確かにうるさくない、うるさくないよ、ちょっとそのうるさいっていう悪いイメージの言葉をやめた結果静かになったね。静かみたいな、あはてなかったんですけど、なんかうーんみたいな感じで続けてしまったんですけど、結構続きましたね。まだ全然いけたよね。まだいけた、これさ、あのね、いなかった、穴でした。いやでもね、俺も危なかったよ。危なかった、ね、だって俺、あの1個目自由で、うん、2個目気ままで、自由気まま。セガサミフェニックスのファンになってください、よろしくお願いします。よろしく。ポーズを教えてもらおうというわけで、あの、あ、やってもらっちゃった伝説のあのポーズをちょっと私に伝授していただきたいなと思ったんですけど、これ考えたのは誰なんですか。だけど考えたっていうか、普通にピースしてたら、はいはい、みんなこれでいいかみたいな、これを公式ポーズにしようみたいな、別にあの、まあ、新しく考える必要ないじゃん、これでいいじゃんみたいな、うん、あれじゃん、あのほら、開幕式の時に、あ、そう、なんかやってくださいやってくださいみたいな、あの、これでいいじゃんアリカさんがこれをね、うん、どうって言って、うん、そしたらユーミンが、うん、どうしようかなって言いながら、テイスさんがやるならやるって言って、うん、え、本当にやるの恥ずかしいって言って、うん、俺は冗談だろうと思ってたけど、はい、まあ、この感じはもうとりあえずやっとけばいいかなぐらいのね。あの、要するにほら、3人決まって、はい、あんたもやるんかいっていうオチがつくからいいかなと思って、はいはいはい、そしたらなんか毎回な感じ、そう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 、あれが失敗の始まりだった。じゃあ枠地さんが原点という感じですかね。原 点、はい、いや原点ですけど、はい、教えるのが好きなのは誠一さんですよ。本当ですか。めっちゃインタビューじゃん。インタビューで誠ちゃんが、ね、誠ちゃんが上手どうするって、じゃんけんするんだっけ。なんかこう手をこうやってみたいな、ちょっと教えてあげて。あれは松川をいじってるだけじゃない。でも教えてあげてください。伝説のね、あのポーズね。はるちゃんできるの。いやいや、ちょっと私はまだやったことないんで教えていただきたいんですけど。いいけど、チョキ出して、できるでしょ。できます。でこれを、はい、ウィーンってこう目に当てて、目に当てて、当てるでしょ、はい、これがまずワンステップ、ワンステップ、ね、ステップ2は、はい、ウィンク、ウィンク、え、これウィンクできないの。できる気がする。ちょっとあんまりできてないけど。大丈夫、ちょっと。え、これこっち側つぐる。あ、そう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 、あの出してる方をつぐる、こっち側です、ね、うん、出してる方をつぐる、はい、これがステップ2、はい、でステップ3、手とウィンクで最後は体をちょっとこう手の出してる方に寄せて。マジですか。こっちに寄せてんの。寄せて寄せて、腰に手は必要、うん、
うん、そうそう、これでも、それは多分今考えましたよね。違う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 、あのね、ちょっと言うぞ。他の方は何もしなくていいのかって思って、はい、このままでいいのみたいな、ここで聞いたんだよ、はい、聞いたら、うん、こうすればいいじゃんって言うから、うん、さやかがね、微妙にこうやってやるのが可愛かった、ね、あー、めっちゃやってたよ。さやかがかなりこう言ってた、ね、動いちゃうんだよね、これ動いちゃうんだよね。じゃあこの手の方にちょっと傾け、腰をここをやりつつ、うん、こうですね、そう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 、それを同時にやるかも、難しいね。足開いた方がいい、開いた方がいいですね、うん、皆さん大丈夫ですか？なんかステップがいっぱいありましたからね、うん、腰ユーミンがね、逆に入れてるね、腰え、ユーミンね、逆に入れてる、腰わかんない、腰、腰わかんない、入れた記憶だ。じゃあ、あの腰はおのおの好きな感じで、うん、好きな感じで、ね、はい、まあ、その辺がチームカラーだから、そうですね、もうなんか決めちゃいけない気がしてきました。それでは、うん、よろしくお願いします。いくよ、はいはいはい、セガサミフェニックス。皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。こんなセガサミフェニックスをこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。優勝します。こんなだけどね、こんな